どうも、誠です。今日はね、ジョージア州のアトランタに来てます。で、アトランタといえばワールドオブコカ・コーラ、コカ・コーラ博物館ということで、前回の動画でストーンマウンテンっていう巨大な岩の山を登ったんだけど、そっから3-40分ぐらい車でアトランタの中心地でやってきて、すごいね、大都会のビルの真ん中にいるんだけど、今日はこのワールドオブコカ・コーラ体験してみたいなっていうことでアトランタまでやってきました。で、僕は LA のサンタモニカからニューヨークを目指してアメリカ横断旅を今してるんですけど、カリフォルニアからジョージア州のアトランタまでやってきました。今までのアメリカ横断旅の過去動画はたくさんあるんで、チャンネル登録してもらって過去動画のチェックもよろしくお願いします。早速ね、ワールドオブコカ・コーラに向かっていきたいと思います。ということで、前回のあらすじから行ってみよう。ジョージア州アトランタで世界最大の一枚岩でできたストーンマウンテン、森の中進んでいく感じ、すごい。やば、電車、あ、来た来た来た、すげえ。やばー、本当に岩だよ。久々になんかこういう景色見たな。めっちゃ急になったな。これスニーカーじゃないとダメだ。えぐえぐえぐ、めちゃくちゃ暑い。これ水必要だったな。頂上に水道ねえぞ。まだまだ上上がれるから。むっちゃ急。えぐ、すっげえ。むちゃくちゃ広いな。果てしない。柵ギリギリまで行くわ。怖え。本当に一枚岩なんだな。こっからもう急斜面。めっちゃオタマジャクシいるじゃん。水見っけたと思ったけど出ない。下からやっぱでっかい岩山を見上げてみたいよな。これが一枚岩なんだもん。すごいよ。夜になるとライトアップされるみたい。この通りがめっちゃ綺麗。テーマパークっぽくなってる。西部の感じがマジでディズニーみたい。でこっちにドカーンと山が。マジでか。道みたいなところもいいね。瀬戸内に行く前の道みたい。すごい癒される、森林浴。前回とは打って変わって超大都会に来たけど、コカ・コーラミュージアムのパーキングが空いてなくて、近くのパブリックパーキング止めた。ほんと都会は一通とかも多いし、駐車場が大変だからマジでやだ。チルドレンミュージアム、絵本のモニュメントみたいに人型になってるのか。逆立ちしてる人の形になった。多分ここが駐車場の入り口なんだよ。閉まってんだよコカ・コーラ。ワールドオブコカ・コーラ、アメリカのね、ジョージア州のアトランタに本社があるから、パビリオンとしてねここにあるらしい。世界中のいろんなコカ・コーラのシーンができたり、歴史を知ることができたり、いろんな展示品があるらしいんで、あんまり正直コーラ自体は炭酸ジュースの中でそんなに好きな方ではないんだけど、まあ、ファンタとかスプライトとかそういうの大好きなんで、気になるなと思ってアトランタに来た時はここ寄ろうと思って今回のプランに入れてみました。瓶詰め工場の様子とかなんかもここで全部体験できるらしいんで、早速ね博物館に向かっていきたいと思います。ワールドオブコカ・コーラ、コカ・コーラの世界、世界のコカ・コーラ。にぎわってんね。こっちがエントランスかな。こっちは水族館だ。でけえ。ジョージアアクアリウムって書いてあるから、ジョージア州水族館みたいな。チケッツ、まあまあ並んでるじゃん。Thank you. No problem.カタカナでスカッと爽やかコカ・コーラって書いてある。
あ、コーヒー豆の匂いですね。リンゴなんだ。全然わかんない。香料を体験できるみたいな。そしてここが試飲できるところ。めちゃめちゃあるじゃん。ドリアかな。癖が強いんだよ。ナンバー2のバーバリーがめっちゃまずいって言ってた。はいはい、これフロリダのディズニーワールドのエプコットにあったやつだ。ポカリの炭酸みたいなやつ。2番はハズレが多いな。ジョージアのやつだけど、たまに炭酸入ってない普通のジュースがあるんだ。めっちゃ多い。わあ、ただの甘いシロップみたいな感じだな。ジュースでお腹パンパン。ここめっちゃ並んでんの。なんだ。そこの試飲の部屋はもう床がベトベトだった。サポート。あー、腹いっぱいになったわ。巨大金庫みたいな。すげえ、日本語のやつ。日本の自販機。工場見学的なのも意外と見応えある。
日本めっちゃボトルのマークあるけど、最後にこれやって帰ろうか。すげえ色。ピーチうめえ。アパレルから食器からグッズがいろいろある。アイスコーヒーすごいよ。ジュエリーまである。タオル、毛布、毛布まである。あったけー。エアコンガンガンなのと炭酸ジュース飲みすぎて体がめっちゃ冷えて、外出てきたらあったかく感じる。もうお腹パンパンだよ。世界中のコーラ、まあファンタとかいろんな味、変わった味のやつが多かったね。ちゃんとコカ・コーラもあったけど、すごいよ。今日日曜日とはいえめちゃめちゃ混んでる。こんな混むもんなんだ。日本じゃもう全然知らないけどね、こんなのがある。あ、でもすごいすごいところにあるんだな。ビルビルビルのど真ん中にコカ・コーラ博物館があると。20ドルの価値はあったかな。高いところでコーラ飲んだら5ドルくらいだから、元は取れたんじゃないでしょうか。ここがコーラ博物館か。そしてアトランタってめっちゃ大都会なんだね。それも知らなかったし。はい、ということでジョージア州のね、アトランタはストーンマウンテンとコカ・コーラ博物館満喫しました。もうちょい時間あるから軽く街ブラみたいな感じでしたいけど、向こうに観覧車があるからそこまで歩いてみようかな。1996年アトランタオリンピック記念の公演なのかな。観覧車、街中に観覧車、ウェスティンホテル、すげえ。こんなクソでっかいパンみたいな。もうお客さんじゃないんだよ。釣りとかやってるっぽいね。No, no picture, video. You go jail. Jail? Here. Why? Cause you don't want that. Eh?